一般的なハンドリフトハンドリフトは、荷物を乗せるパレットを移動させるための二役機器。油圧を利用したリフト機構が備わっており、持ち上げた状態で手動での移動が可能となる。ハンドパレットトラック、パレットジャッキ、パレットトラック、パレットポンプ、ハンドリフト、ハンドフォーク、ハンドプラッターや、これらの略称として、ハンド、その商品名から、キャッチパレ、ビシャモンなどとも呼称される。 海外でも地域により、様々な名称で呼ばれている。上げた状態下げた状態示された線はピボットを、介したリンケージの動きを表す。人力であってもより少ない力での作業が可能であり、いわば手動式のフォークリフトである。フォークリフトと比較した場合、より正確にパレットを配置できる点、特に狭い場所においてのパレット移動が可能な点。 フォークリフト運転技能講習終了者でなくとも重量物の運搬が可能になる点において優れていると言えるがパレットによっては飛行部の厚みやリターナブルパレットの一部ではその構造上爪が入らない場合がある点や単面型以外のパレットでは爪の層抜け時に大きな騒音振動が生ずる点両面仕様型のパレットの場合は前後輪管に 収まるサイズでなければ移動が実質不可能である点は欠点であると言える。2の積載量は最大1 5 0 0ラムの製品が最も多く使用されているが7 0 0ラム積から5 0 0 0ラム積まで各種用意されている。取り扱う商品や使用、保管環境により多種多様なハンドリフトが生産されている。 手動式のハンドリフトは少なくとも1918年頃から存在している。この当時はハンドトラックと呼ばれており、完全手動式であり、垂直に取り付けられた支柱は移動させるためのハンドルとして使用し、爪の上下運動はラック部分に足踏み式のペダルが取り付けられており、踏むことで爪が上昇し、針と切り欠きを利用したロック機構が備わっていた。 また再度ペダルを踏み爪を上げた状態で針を外すことで解放する方式であった。現代のハンドリフトでは、そのほとんどが油圧ポンプを利用した方式に変更されている。電動式、ハンドリフトアメリカ、コロラド州で中型トラックに搭載されたヒッチハイカー製マウントリフトある字に氷や倉庫などで使用され、最も一般的に見かける方式。 垂直に取り付けられた支柱を前後に動かすことで、油圧のポンピングを行い爪が上昇し、支柱に取り付けられたレバーを中立位置にして、前後に移動を行い、レバーを握ることで油圧が解放される。バッテリーを搭載しており、その電力を利用して、油圧ポンプを動作させることにより爪が上下する。上下のみ電動式のハンドリフトと、前後の移動も、電力モーターで賄われる。 ハンドリフトが存在する。また安全装置として移動中にハンドルから手が離れると自動停止するデッドマンスイッチが取り付けられたハンドリフトが大半を占める。ハンドリフトより大型のものはリフターと呼ばれ、リフターより大型になるとリーチリフトとなる。海外で販売されている形状であり、車輪に空気式の大型タイヤを採用することで不整地などで、 使用することが可能となる。主に屋外で使用されるハンドリフト。全体がこの地型の形状であり、左右側面の外側に大型タイヤが取り付けられ、中心部分に爪が取り付けられている。海外で運用されている方式。トラックの後部にリフトの差し込み口が設けてあり、電動式、ハンドリフトないしフォークリフトを搭載し、配送先でこの機材を利用しに下ろしが可能となる。 走行は基本的に引くことにより行うが、パレットや周囲の状況によっては押すこともある。フォークリフト同様、後輪で舵を取るために押す操作は多少の慣れが必要である。二役操作については、ハンドルを直立位置から手前方向に倒すという圧が加わって上昇。ハンドル右手部分に備えられたレバーの操作で加工することになる。 基本的なものや安価なものについてはブレーキが備わっていないが、ブレーキが取り付けられた種類も存在する。パレットの周囲が特に狭く、通常の走行法ではハンドリフトを侵入させたり爪を挿入できない場合は、前輪を手動でずらす、ハンドリフト自体を一旦持ち上げて移動させるといった方法が取られる。ハンドリフトをトラックの荷台などで使用するために、 フォークリフトで移動させる場合は、あらかじめ、ハンドリフトの爪を上昇させて、フォークリフトの爪がスムーズに層抜けできる空間を作った上、後輪寄りをスクうと作業が行いやすい。ハンドリフトやパレットの使用、周囲状況によっては、パレット全長の半分以下だけ、ハンドリフトを挿入しての移動や、爪を上昇させない状態で左右にこじったり、つま先を勢いよく押し当ててのパレット設置位置の、 微調整も行われるが、パレットや積み木が損傷するため推奨はされない。日本国内でも決まった名称がなく、見た目や機能、商品名で呼ばれており、海外も様々であり、北米では主にパレットジャッキ、パレットトラックであるが、その他にスクーター、ドッグ、ジガーであり、メキシコではパレットスケート、ポルトガル語ではパレットポータースペインではミニ、 パレットホルダーチリでは、マレアルゼンチンやベネズエラでは、ホックスウルグアイでは、ガタ、ウニア、トカゲ、ドイツでは、パレットトラックの他に商品名である。アマイズフランスでは、トランスパレットや、パレットプラーロシアでは、油圧トロリーインドでは、フィレットジャック中国では、ハウなど実に様々な名称で呼ばれている。ありがとうございます。